番号6番ミッドフィルダーの権野貴子です。私の両親がもともとサッカーをしていたので、その影響でサッカーを始めました。小さい頃から得点を取るのが好きだったので、フォワードだったりミッドフィルダーというポジションをしています。具だくさんのカレーが大好きでした。カレーだった日はすごくテンション上がりました。背番号1番ゴールキーパーの新井みどりです。サッカーを通して一つのゴールに向かってみんなで一生懸命走ったり、苦しいこともみんなで乗り越える瞬間、あとはやっぱりゴールを決めて試合に勝った瞬間が本当に楽しくて、サッカーやっていてよかったなと思います。たくさん食べるようにすることと、あとは甘いものだったり酸っぱいもの、しょっぱいもの、苦味、そういったものをしっかりと体のためにと思って積極的に取り入れるようにしています。甘いものはアイスクリームも甘いですけど、やっぱり果物の甘み、そういったものに良質なものに変えるように意識しています。色とりどりで目でも食事を楽しめるなって思います。この地元で作られた野菜もふんだんに使われているので、とても美味しそうです。この鶏肉とさつまいものオイスターもこれ一番美味しそう。なんか中華とさつまいもの甘みをミックスさせるのはちょっと私でも考えられない面白いアイディアだなと思います。毎日給食食べたいねえ。私たちが最高のパフォーマンスをするために食事が欠かせないのと同じく、成長期の皆さんには栄養バランスの良い食事が欠かせません。元気に学校生活をしていくためにも、好き嫌いをせず食事をとりましょう。たくさん食べてたくさん寝て、みんなとボールを蹴れる日を楽しみに待っています。日発横浜 SCC ガールズへのご声援をよろしくお願いします。バイバイ。